はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんにですね、ちょっと本日お見舞いしたい、劇的最強コンボ、みかんこ流ターンスキップ、こちらご紹介していこうと思います。みかんこ、大姫のみかんこというね、この召喚ムービーが世界一エッチと言われているモンスターがいるんですけども、このモンスターが来たことによって、デックレアラディバイナー1枚からですね、ブレイバーにつながるようになったんですね。シンクロ召喚、していくことができるようになりました。はい、まあブレイバーじゃなくても別に急進行とか簡単にできるんですけども、この動きを利用しまして、ブレイバーって成立した場合、デッキからね、装備魔法カードを3枚ほど引っ張ってくることが可能になってますんで、まあ、何を引っ張ってくるかっていうと、まあ、竹光カードですね。妖刀竹光、俺竹光系のこの辺のカード引っ張ってくると、その燃え竹光発動した状態で竹光カードを発動できると。これが発動している状態で竹光カードを、発動できると、メインフェーズ1を相手のね、メインフェーズ1をスキップするよっていう効果が、付与できますんで、これで相手のメインフェーズ1スキップすると、でメインフェーズ1スキップした後にメインフェーズ2またはバトルフェーズをスキップすると、相手のターンを基本的には全部スキップすることができるということで、まあ、ずっと俺のターンっていうことができるということで、今回はこのトラップトリックと覇者の一括を、まあ、ガン詰めして、こちらで相手のバトルフェーズをスキップし、実質相手のターンを全部スキップするという動きをしていきたい。これが、なんとですね、このデクララディバイナープラス、まあ、覇者の一括という、まあ、2枚コンボから、できるようになりまして、かなり成功率が上がっております。はい、ターンスキップ動画何個目でしょうね。多分ね、この YouTube でね、マスターデュエルターンスキップって検索したら、僕の動画しか出てこないレベルだと思うんですけども、本日も元気にクソリッキー回していきましょう。デュエルスタンバイ。さて、またロックでもねえデッキを作ってきたので、ご紹介をしていこうというふうに思っておりまして、ですね、まあ、とりあえず1回儀式の準備でユララチェックからいきますか。儀式順発動で、あ、なんもねえ。なるほど、うららはないな、うららはない。金満で謙虚な壺を発動、エクストラデッキのカードを、6枚除外。さあ、6枚のカードを除外し、あ、デクラディバイナー来た、オッケー。ディバイナーが来てくれるととても嬉しいんですけど、さあ、みかんこだということがバレていくが、みかんこかと思いきや、全然みかんこぶしないけど俺。あれ、みかんこどこ行ったみたいなムーブ数が今な。で、デクラルディバイナー召喚して効果発動、なんもない。オッケー。無限包容もない。エフェクトベーラーもない。で、アークデクレアラーの効果を発動し、大姫のみかんこを手札に加えていく。そして、大姫のみかんこの効果を発動。大姫のみかんこの効果によって、伝承を持ってきて、トラップトリックも1枚いらねえかな。そして、伝承のみかんこを発動。伝承のみかんこの効果によって召喚条件をガン無視し、で、手札から、みかんこモンスターを特殊召喚。えっ、エッチすぎる、あまりにも。大姫のみかんこちゃんの召喚ムービーがあまりにも。えっ、そして、伝承の大みかんこの効果によってアラベスクを墓地に送り、そして大姫のみかんこの効果を発動。アラベスクを、モンスターに装備、そしてアラベスクの効果を発動。アラベスクの効果は、装備モンスターを手札にバウンスしながらデッキからみかんこモンスターを特殊召喚。そしてフーリーが装備カードを装備した場合の効果を発動。トラップカードを1枚手札に加えていく。そしてレベル3のみかんこのフーリーに、デクラディバイナーをチューニング。シンクロ召喚現れろ。パワーツールブレイバードラゴン。そしてブレイバードラゴンの効果発動。勇気と力をドッキングしたことによって激ヤバカードを3枚ほど装備することができるぜ。さあ、これで妖刀竹光、俺竹光、さらに、モロッパの剣を装備していく。そして、妖刀竹光の効果を発動。妖刀竹光の効果によって俺竹光を手札にバウンス。さらに、パワーツールブレイバードラゴンの効果発動。このカードをに装備されている装備カードを墓地に送ってフィールドのモンスターの表示形式を変更するか効果を無効にする。表示形式を変更。そして燃え竹光を発動。で、これ、ああ、そうだ。で、俺竹光を装備。そして、燃え竹光がそう、発動してある状態で、竹光カードが発動したため、相手のメインフェーズ1をスキップ。カードを1枚セット。これセットするためだから、これターン終了。さあ、絶望の、絶望のスタンバイメイズだぜ。
絶望のスタンバイフェイズだぜ。いくぜ、スタンバイフェイズ。トラップトリックの効果、通常トラップカードをゲームから除外し、そのカードをセット、セットしたカードはセットした段に発動することができる。覇者の一括発動。このターン相手はバトルフェイズを行うことはできない。そしてメインフェイズじゃスキップされ、バトルフェイズを行えず、バトルフェイズを行えないプレイヤーはメインフェイズに入ることもできない。つまりエンドフェイズを宣言するしかないのである。うわー、ずっと俺のターン。ゴミすぎ、クソすぎる、この動きあまりにもクソすぎるぜ。王妃のみかんくの効果発動。ゴミすぎるぜこの動き、伝承のみかんくを手札に加えていく。そしてみかんくをぶん投げ、さらに伝承のみかんくの効果発動。伝承のみかんくの効果によって増地ね、はいはいはい、いいよ、トップね、はいはい、いいよいいよいいよ、もういくらでもいいよ、引きな、てかもう一回しか得しかしないから。さあこれで相手は完全に、一応でも対象体制つけた方がいいのかな、対象体制一応つけるか、伝承の大みかんこの効果を発動するぜ。伝承の大みかんこの効果、何うらら、やるじゃねえか、なるほどな、対象体制つけらんねえか、じゃあ対象体制つけらんねえからしょうがねえな、バトルフェイズいくか。さあ4500パンチをお互いに受け、モロバが外れていく。で、お姫効果発動、モロバつけちゃいます、ピロー、はい、2000の倍で、さあパーン。え、待って、ちょっとこれ遊戯王成立してる、これまあ割とみかんこのムーブなんで、なんか割とね、先行でターンスキップするだけじゃなくて、ここもそこそこやれるのがまた結構面白いですね、これ。はい、なんかそこそこやれます。なんかクソみたいなカードいっぱい入ってるから、まあちょっと邪魔な時あるけど。演武天気、なにカレードチック、きた、群雄割拠フェスティバルである程度の活躍を見込まれていたはずなのに、愚かな服装が禁止下乗っていたため、あまりにも展開ができなかったと言われている最強カードじゃないですか。はい、カレードチックさんね、はいはい、いいでしょう。カレードチックさんがしかもなんか制限カードになってましたからね、群雄割拠フェスでは。そんなに制限厳しくて回るかみたいなデッキみたいな感じになってましたけども。さあ圧倒的最強、あ、緑送っていく、強いね。で、うわっつえ、月光がや、まずいぞ。そのマジックカードは手札を一枚捨てることによってデッキから、ムーンライト、何緑で、これ黄色とか捨てられたらさすがに強っ、まず強っ、強っ、お前それ動く強すぎだろ、やばい、ちょ、ガンマレしてる、お、強すぎ、ちょ待って、それはさすがに強すぎ、やべえ、これさすがになんかその理論上考えられる最強の動きされてるわ。ムーンライトで、久しぶりに当たったらムーンライト、カレードチックを墓地の食って、あ、シンギングレニアスね、あー、なるほどね、これエクシーズ軸か、いやこれ展開長そうっすね、これ展開長そうっす。さあ2体のモンスターでエクシーズですか、レイダーズナイト、何レイダーズナイト、なんだこれ、ダリベでも出すんか、んいや、ダリベはあれか、こうだってねえか、あ、アリベか、アリベ、なるほど、アリベ、え、それ先行で出すモンスターじゃなくね、ソウルシェイブフォース、はあ、はあははあ、なるほど、これインフィニティかなんかですか、なんかアリベ、え、でもそれさ、確か、え、なんだっけ、レイダーズウィングで出したモンスターってなんか、次のエンドフェイスかなんかに変え、なんか帰宅するみたいな動きじゃなかったっけ、ベアトリーチェ、はあ、ベアトリーチェ、やべえ、なんか全然わけわかんない動きしてる。で、ベアトリーチ効果発動、なるほど、なんですかこれは、これインフィニティしか出てきたことはあんま見たことないけど俺、これカタパルトタートル、ちょっと待って、え、どういうこと、なんかさ、え、俺もしかして死ぬ。え、なんか死にそうな動きしてない、これ、え、ディガレスからの月光が、なるほど、月光が効果、はあ、
後ろの電話とかなんかすごい死にそうで、セレナードダンス、除外して手札捨てるとデッキからムーンライトモンスター出せるとかいう激ヤバ効果、デュガレス効果、攻撃力倍にする、あ、やばいね、あ、これやばいね、これこれやばいね、これはね、やばいことしているね。え、でもカタパルト、これどうやってあれすんの、蘇生すんの、聖杯神楽イブ、何イブ、イブに蘇生効果はねえもんな。あー、あ、何これ、水2体ってことえ、これ水2体ってことですか。あ話し合いましょう、話し合いましょう、話し合いは分かりますよ、ちょっとやめませんか、争いはもうやめませんかじゃあこいつ、いつまで生きてるの、このカタパルトダートの禁止しろよ、これおかしいんだな、この亀